次はですね、太ももの前の部分の大腿四頭筋の可動域のテストになってきます。このままですね、膝を曲げさせて、かかとの部分がお尻に、大体拳1個分ぐらいですね、つくぐらいまで来てもらえば、ほぼ問題ないですね。この時にやっぱり大事なのは、やっぱり何よりもまず左右差です。左右差、今例えば高橋トレーナーの場合、ちょっと極端にやっちゃいますけども、こっちの足の方が行きやすくてですね、こっちの方が実際すごく曲がりにくい状態になってます。押し込まなきゃいけないかっていう形になってますね。そうするとですね、四頭筋の前の部分のコンディショニングが悪いっていう形になってきますから、もちろん怪我しやすいですし、例えば今左足ですから、踏み込み足の四頭筋の方が拘縮してるってなれば、体が前に突っ込みやすいっていうフォームが出てくるかもしれないですね。こう前傾が出やすいわけですから、なのでこういう時もやっぱりストレッチですよね。結局硬ければまず一番最初にやってほしいのはストレッチですね。トレーナーさんがいるんだったらパートナーストレッチパパッとやってもらえばいいと思いますし、自分でもできますよね、四頭筋のストレッチは。そういう形で、こういうのはあくまでもコンディショニングのチェックをして、大事なのはコンディショニングが悪ければ、それを治すためのコンディショニングトレーニングをしなきゃいけないんですよね。硬ければさっきお話しした通りストレッチをすること、弱化して弱ければトレーニングですよね、コンディショニングのトレーニングをやってほしいっていう形、これちょっとまた一つやってみてください。お願いします。